おはようございます。バイクで日本一周53日目、7月24日土曜日の現在時刻朝5時37分です。今私ね、北海道は中標津町緑ヶ丘森林公園というキャンプ場で朝を迎えております。フルリンクいたしますとね、こんな感じで、ここはねオートサイトとねバイク専用のサイトっていうのがありましてね、分けられてるんですよね。こんな感じでバイク乗り入れ OK のね、こちらバイク専用スペースっていう、なかなか珍しいですよね、キャンプ場でこういうの。現在時刻6時43分です。今日はね、海沿いの方ね、まずはね北太平洋シーサイドラインに向かって出発いたします。ハサス探検隊出発いたします。現在時刻7時29分です。今私ねこちらここにいます。現在時刻8時43分です。今ね道路走ってたらね、キャンプ場らしきものが見えて、テントとかがねいっぱい張ってたんでちょっと止まってみたんですけど、地図を見るとねやはりキャンプ場でしたね。こちら今ねこのキャンプ場に来ております。ちょっと行ってみたいと思います。こんな感じのね雰囲気のキャンプ場ですね。馬がねそこずつねいっぱい馬が見えますよ。こちらねこんな感じでどでかい馬がいますね。あ、ここまでで柵があるんでここまでのようですね。そんなに広くはないようですね。ここはねレストランがね、これおっとこっていうんでしょうかね、レストランがあってここで受付らしいんですけども、やっぱりねここは有料のキャンプ場っていうふうにおっしゃってましたね。先ほどねお話伺ったんですけども、泊まってらっしゃる方に。ただねレストラン10時からオープンということで、まだ誰もいてないですね。こっちはこっちの方にトイレとかがあるらしいんですけど、現在時刻9時29分です。今私ねこちら北太平洋シーサイドラインというところにやってまいりました。こんな感じでね海沿いの、本当はね晴れてたらね綺麗な景色が見えてると思うんですけども、ここのねこの道がね北太平洋シーサイドラインということでね、絶景な感じのビューポイント、いい道路ということでおすすめしていただいたんですけども、視聴者さんに。まあ今日はねあいにくのお天気ですけども、これはこれでねまたあのエルモ岬のようなねそんな雰囲気を醸し出した、このね霧がかった雰囲気、これをねちょっと安全運転で楽しみながら走りたいと思います。こんな感じでね海が、砂浜が広がってるんですけどもね、ちょっと寒いんでね中にもう一枚着込みたいと思います。ご覧ください、目の前にね向こうの方にもたくさん馬がいますけども、こんな感じでね何やら神秘的な雰囲気ですよ、この霧がかった雰囲気と。そしてこちらにね白い馬、これまた絵になりますね。このね白いお花畑と白い馬、まるで少女漫画の世界、キャンディーキャンディーの世界でございます。笑ってキャンディーですよ、これ泣きべそうなんてなんてらららキャンディーキャンディーテン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 テテ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 ンテ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 テテテテテテ、違うかすいません、本日で申し訳ございません。現在時刻10時8分です。今私ねこちらルパン三世通りにやってまいりました。こんな感じね、こちら次元ズバー、次元ですよ次元、残念ながらあのクローズド、旅に出るぜと書いてますね。相棒のルパンがまた妙なことに首を突っ込んじまったようだしばらく旅に出るぜ、生きて戻ったらここで会おう、次元大介、こんな感じで書かれておりますね。バーのようですね。そしてね正面反対側にはねキリタップ座、これはルパン三世のね、こんな感じでチケッツって書いてるんでね、劇場なんでしょうか、ちょっと見てみましょうか。ただいまロケ中と書かれておりますね。近日上映ということでね、これは映画なんでしょうかね、キリタップ座。ここはねそこが大通りなんですけど、そこからね一本ちょっとね中に入った感じの道でね、こちらラーメン屋さんがあったりね、散髪屋さんがあったり、いろいろねお店が並んでますね。でこちら隣はね居酒屋って書かれてたりして、こんな感じのところにね次元ズバーとルパン三世ですよ。そしてね今のね次元ズバーがそこで、ルパン三世のキリタップ座がそこなんですけども、こっちの方にもねもう一つね富士コーズパブですねっていうのがあります。これちょっとね見落とすとこでしたね。おっとメンバーズオンリー、
ルパン以外お断りと書かれておりますね。ここはルパンのために作ったのよ。うふふ。だから他のお客様はお断り。ごめんなさいね、ミニフジコと。こんな感じで書かれておりますね。せっかくなのでちょっとこのベンチに腰掛けてみますか。ほいっと。ほいっと。ふう、フジコちゃん。現在時刻10時59分です。今ね、私この霧がかった何にもないところ、このパーキングスペースでね、ちょっと休憩してるんですけども、こういうね、大自然の中でね、こう、ふとね、エンジン止めて休憩してるね、このひとときがね、好きなんですよね、僕は。私ね、トイレをしようと思って、道端のこの爽やかトイレ来たんですけども、この付近でね、目撃情報の他にもね、ヒグマによる事故が発生した模様ですね。ああ、怖いですよ。やっぱりこの辺り、いるんですね。この付近で事故があったということで、ヒグマの。私、トイレをするにも命がけですよ。行きますよ。もう逃げるように行きますよ。怖いですね。怖いですよ。またもや、キツネがいました。キツネね、今回の旅、キツネちゃん行っちゃいますね。このキツネちょっとね、足を引きずってる感じなんですけどもね。結構この旅ではキツネちゃん見ましたよ。現在時刻1時34分です。今私ね、こちら、木頭市野営場というところに到着いたしました。ここはね、まあ今日はね、真っ白で何も見えないんですけども、そこにね、あずま屋があって、あそこがね、トイレなんですけども、でずっと降りてきてね、そこがね、炊事場ですね。あんまりね、テントを張れるスペースっていうのは限られてる感じですね。こっち側はね、現状テントを張れそうなスペースはないですね。入り口付近だけっていう、あんまり平坦なテント張れそうなスペースはちょっと少なめですね。無料のね、キャンプ場なんで、まあ、連休なんで仕方がないでしょうね。ここに炊事塔があったのか。いや、気づかなかった。ここに水道ありましたね。なんだ。それでみんな水汲んでいってたのか。なるほど。向こうまで水汲みに行く必要なかったみたいですね。今日はね、ここにね、視聴者の方が差し入れ持ってきてくださるっていう話になってるんで、それでね、ここ来たんですけども。今からね、先にもうちょっとね、お風呂行ってきたいと思います。でちょうど帰ってきたらね、なんかお寿司持ってきてくれるっていう話になってるんで、ちょっと楽しみにお腹空かして戻ってきたいと思います。今日はね、もうここでのんびりと過ごしたいと思います。おやすみなさい。